すね。すね。どうした、噛み締めて。すね。いや、芸人という仕事の虚しさに気がついたんか。今まさに、うん、あの他事務所とギャラの話するなよっていうのを思い出してしまってました。まあ別に大阪おる間はいいよ。話できるって松竹の人ぐらいやんか。まあ、まあ、いやでも、でもそうですね、たまにやっぱ東京の方とかに会った時に、うん、しちゃってましたもん、あの東京に行った時とか。ああ、鍋プロ、ホリプロ、人力車、サンミュージック、はい、特にサンミュージックとか話するなよ。あ、そうなんですか。特に部合が違うんですね、うん、割合が。あちなみにどれぐらい。いや、それは言われへんよ俺は。ただ一個本当にお笑い界に衝撃走ったのは、はい、竹山さんとさ、はい、花丸大吉さんって同期やね、あれ九州の事務所でもともと竹山さん行って、はいはい、そうですね。で同期 で竹山さんはもう早めに東京に行って、はい、で吉本も辞めて、はい、でサンミュージック、はい、で花丸さんはずっと吉本の福岡事務所で頑張ってきて、はい、ほんでもう福岡ではもうやることをやったっていう感じで東京行って、はい、でなんと気まずい関係やってんて、なんかこう竹山さん的には俺は俺で頑張ったけど、もしかしたら裏切り者みたいに思われてるんじゃないかみたいな気持ちがあって、はい、同期で同じ会社辞めて違うとこ行って、花大さんは花大さんで俺らがずっと九州でやってた分、竹山は先にバーンとこう行って、なんかこう距離を感じるみたいな、はいはいはい、そんな3人の関係やってんけど、はい、花大さんも東京で爆発的な人気になって、ね、はいはい、なんか3人で飲むかっていう話になってんて、うん、でなんとなくそこでこうお互い勘違いしてたようなこともあってんて、こんな風に思ってたんやろみたいな、まあ、思い違いがね、はいはい、であの頃のように3人で飲めたんやって、いい話ですね、いい話やろ。でその時に、まあ、なんとなくまあギャラの話になっちゃってんて、はい、まあまあ仕事の話から、もちろんその花大さんがどれだけすごかろうが、竹山さんもサンミュージックのエースやから、はい、そこは花大さんも分かってたらしいんだけど、はい、その会話の中、会話が終わって次の日から、はい、花大さんは、はい、ヒゲ男爵のことを男爵様って呼び出した。マジっすか。そうですよ、男爵様って呼び出しましたから、ヒゲ男爵なんて男爵様ですから、男爵様だと、はい、男爵様でございますと、現在の花丸大吉よりということですから。なるほど、現在の花丸大吉なんか我々世代の吉本芸人なんでトップクラス走ってる人ですよ。そうですね、はい、仕事量でいうともう看板ですよ、はい、はら、吉本100周年の司会をやるぐらいの人、お二人ですか。すごいですよね、はいはい、大抜擢というか、オープニング司会ですよ、はい、それから男爵様とお呼びになられてるということで、もちろん私から見ても男爵様でございます。なるほど、小島よしお兄さんでございます。大兄さんです。なるほど、もう竹山さんに至ってはもう何とお呼びしていいかも、竹山さんに至っても天井日ともう名前すら読めない。ライバルであるメープル調合機にそろそろ差つけられ出してる頃ですよ、手取りで言うたら。なるほど、もうだからあの徳の高いあのお坊さんみたいな、うん、紫の袈裟人袈裟を着た人です。お名前でお呼びすることはない状態の方ですね、はい、大僧正様、なるほど、大僧正さん、うん、いい話やと思った結末はいい話じゃないんですね、うん、今週は。そっからやっぱりまた竹山さんのあんまり飲みにくくから減ったらしい。あら、そうですね、うん、まあそうなるんでしょうね。今日は誰が出すっていうノリであるね、やっぱ3人で同期やから、まあ、同期ですからね、はいはい、それがやっぱりちょっと辛いっていう。そうですね。辛いね、お前出せってどうしてもこう言いたくなってしまう。払えないわけじゃもちろんないんでしょうけど、いや、うん、お前やろってなるっていうね、うん、なるほど、そういう世界ですから、だから金だけはもう諦めろってほんま何回も言ってるやん。そうですね、じゃあここで